いしょ。難しい。やっほー。お疲れ。音漏れてない？うん、何も聞こえない。うん、なしちゃんいる。そう、ボードに書いてたんだけどすれて消えちゃったみたいで今書き直してる。そう、はい。悲しい、消えちゃってまた鳴った、いちごの中。誰か録画した？めっちゃ綺麗に先描いたのに、つらい、つらいよ。ちょっと待ってね。みんな今あれかな、歌唱力見てるかな。今 SK さんがやってるよね。あのオムランズさんが3番目やったみたいで、ちょっと前にやってたみたい。そう、今日はそうおしゃれな服着てるでしょ。外行ってきました。今日は仕事はなかったけど、そう外でちょっと遊んできました。お、見てる、いいね。今 SK さんのどなたがされてるんだろう。そう、ご飯食べたよいしょ。あ、え、ゆらさんが、うん、いきちゃんさんの方見てるのね。なるほどね、生放送だもんね。予想外の、なぜにカバンにボードを消されるっていう非常事態が起きて遅くなっちゃったんだけど、どうしよう、どうしよう、どうしようね。シティのファンの方忙しい忙しいだ今日。確かに確かに、今日は顔を描こうかな。顔、アバターの顔を描いてみましょう。服が汚れちゃうわ。ピッ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 。で、そしたらアバター描くのもう 3,4 回目ぐらいだぐるぐるってして、ほっぺを OK 描けた。オッケー、昨日タワーをいただいたなしちゃん、ありがとう。お礼を書かせていただきました。はい、なしちゃん、今日は体なし、頭だけの、頭だけのなしちゃんです毎日配信400日おめでとうと、本当にありがとう。オーディションの時からずっとずっと応援をしてくれていて、記念日はいつもこうして必ずお祝いをしてくれてすごく嬉しいです。はあ、また消えてる、ちょっとやだすぐ消えちゃう、悲しい。何で今消えた、なんで消えたの。よろしく、めっちゃ濃くなっちゃった。あ、危ない危ない、もう一回最初からちょっと仕切り直し、仕切り直し、仕切り直します。もう一回行きましょう。服でやっちゃった、まあいいや、もう一回行きましょう。なしちゃん、タワーありがとう。毎日配信400日おめでとう、タワーありがとう。
オーディションの時からずっとずっと応援していてくれて、記念日いつもこうして必ずお祝いをしてくれて本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ありがとう。サインとこれ写真、写真じゃない、なんだっけ、お顔も描きました。いい感じなのでは。確かチェキにも描いたよね。そうもうなしちゃんの絵を描くの何回目か分かんない、いっぱい描いてるかもどうですか、はいんじゃない。今日はピンクで描いた、前はね緑で描いてたけど、そう可愛いでしょありがとう。いい感じ、スクショ撮れた似てるこのアバターが、私に、それともアバターにわかんない。ありがとう、これからもよろしくね。すごいよね、オーディションからずっと見てくださってるって嬉しいですね。だからもう1年以上、もう1年半経とうとしてるのかな。あら、はい、わあ、何の音ちょっと待って、イカで立てれないかな。あ、イカで立てた、オッケー、ありがとう、できました。あ、とそっくり、やった、嬉しい。上手でしょ、いい感じ。今日は肩にお出かけをしてきて、面白いものを撮ったの。なんかね、私圧倒的にね、イヤホンは線があるタイプなの。有線ちょっとね、ここの耳からピーって出る方の、あの何もない方じゃなくて、ある方が好きなの。なんか感覚的にイヤホンしてるって感じがするから。だけどなんかたまになんかワイヤレスイヤホン、あの何もない、そのこんだけのサイドのさ、見るとちょっとね憧れもあったのって思って、今日ゲームセンターに行ったらね、なんかものすごく可愛いものを見つけてしまって、見てこれ、やばくない？お菓子かと思うじゃん、パイの実。絶対みんな食べたことあるでしょ。これうちのお父さんが好きなんだけどさ、パイの実。パイの実のね、ワイヤレスイヤホンがあったの。やばくない？ここから言ったらもっとリアルだよね。やばくないこれ。お菓子だと思うやん。ほらめっちゃちっちゃいの。そう、イヤホンなのこれ。なんかこの間行った時見たことなかったから、多分最近出たやつなんだけど、なんかホワイトと、これホワイトとこっちがベージュがあるらしくって、ベージュの方を取りました。可愛くない？そう、ワイヤレスイヤホン、そう、刺激強いよね。え、キノコの山、え、わかる、キノコの山のやつさ、私ちょっと欲しいなって思ってたんだよね、あれ。え、一時期ねニュースになってたよね、見た見たね、え、キノコの山の、キノコの山のやつそう、いいよね、可愛いでしょ。これ開けようと思って、え、もうパッケージもほんとそのまんまだよね、すごくない？可愛いよねこれ。そう、パイの実しかなかったの。多分ね、そのこれがパイの実の形のイヤホンとかではないけど、すごい可愛くてパッケージに惹かれちゃってそう、ステレオサウンドで簡単に操作できて、専用ケースで充電もできて、通話機能もある、ポケットサイズで持ち運びも楽々、完全ワイヤレスでタイプ C で充電ができるらしいです。こんな感じ。へえ、かわいすぎない？見てこれ、かわいすぎない？やばくない？かわいいでしょ。買うこと期待ました、ありがとう。お父さんプレゼントしたら喜ぶかね。え、かわいいよね。そう、これを今日見つけちゃって、しかもちゃんとロッテさんが出てるやつ、これは開けようと思う。よいしょ。こういうのって箱を含めて可愛いし、商品だから箱も残しておきたいタイプ。お父さんが好きなんよね、パイの実。うん、じゃじゃん、どう、可愛くない？やばい、ちっちゃい、可愛い。本当にこのサイズだよ、ちっちゃくない？持ち運び超楽だよね。なんか最近ってさ、ここ数年ってなんかちっちゃいカバンとか流行ってるじゃん、あの大きい感じよりも。だからさ、そう、ちっちゃいカバンっていいよね。
持ち運びがすごく楽そうですね。箱捨てられるんよね、こんな可愛いと。ちょっと待って。よしよしよし。ベージュ可愛いでしょ？でしょ？可愛いでしょ？そう。ね、最近なんか何も、それ何が入るのみたいなカバン持ってる方とかよく見るじゃん。そう。そう、いいでしょ？これはね、ベージュを取って。そう、ちっちゃいよね。そう、でも私こういうのって片方だけよくなくしたりしそうだからさ、ちっちゃいものって。そう、なんか。イヤリングとかもさ、片方だけなくなってるとか、なんかリボン2つついてもう1個になってるみたいなさ。そうだから、なくさないように頑張る。いちご、これはでね、そのあといちごも取ってね、おそろになった。おそろ、そう、え、あるよね、気づいたら片方だけみたいな。なんかさ、あの芸能人のあのフワちゃんさんがさ、なんかめっちゃの落としたことあるみたいな。そう。そう、いつか X か何かの番組かで話してらっしゃったの覚えてる。可愛くない？そう、パイの実。そう、ペアなの。ペアなんよ。可愛いでしょ。やばいよね。ありがとう。これ開けよう。なんかそう、お揃いいいでしょ。いいでしょ。そうなのよね、芸勢の店員さんもよく撮るなって思うのかな。開けます。お、めっちゃちっちゃい、かわいい。あれ、はい、ちっちゃい、かわいい。そう、ペアなの。大阪まだ好きなんで、オンラインの申し込み、待ってるよ。今日からね、そう、再販第3再販始まって、そう、今回で6月22だっけなのは最後、受付が。まだ7月7日のは最後じゃないみたい。誕生日ぜひ待ってます。あ、私のグッズ、何買ったの。7周年買った、それか、あのアメリカンみたいな、あっちにした、両方買ったかな。さすがにね、形はパイの形はしてないけど、すごい、見て、超細かい。ちょっとピントが当たらない、見て、 YouTuber っぽくない？ここにちゃんとね書いてあるの、パイの実って。見せたい。見えてる？微妙にボケてる。大丈夫？パイの実ってここに書いてあるの。可愛くない？やばい、可愛い。ちゃんと両方書いてあるんで、多分これが、あ、書いておる。すごい、可愛くない？うすら見えた。お、よかった、見えた。あ、やった。あ、見やすい。私の顔でちょっと肌色を見せてね。あ、見えた、これで見える。近すぎると見えない。あ、この辺のは見えるかも。なんか変な感じ。そう、すごい、ちゃんとパイの実って書いてあるの。私の耳はちょっとだけね、小さめですからね、入るか不安ですけど、入りました。いい感じ。いいね、これ、いいね、かわいいね、かわいいね。一度、これかわいい、いいね。そう、パイの実のね、さすがに形してたら耳に入れるの大変ですから。いい感じ。すごい、こんなさ、ちっちゃい字をさ、印字してるの大変だよね。機械様々だ、パイの実。いい感じ。あとは確かに音だよね。あんまり音漏れしなかったりとかね、したらいいけど。また終わったら使ってみる。白とベージュとあって、最初白狙おうかなって思って、よく写真見たけど、ベージュの方がどっちかっていうと可愛いなって思ったから、ベージュにした。そう、ワイヤレスイヤホンデビューしました。そう、可愛いでしょ、いいでしょ。街中でこのパイの実のイヤホンをしてる人がいたら私かもしれないって感じ。今日のゲーセン、今日のゲーセンでの獲得も、獲得物401。おー、すごい。次は500に向けてだって感じ。スクショしといて、いいでしょ。
みんなも撮ってみて。下は新作飲んだ。飲んだよ。今隣にある。あれ隣置いといてる。どこ行った？あった。いいでしょうこれ。え、いちごも撮ったよ。そう、いちごとお揃いなの。うん。うん。けいちゃんさん。どうしたの？けいちゃん。あ、けいちゃんさん見てるの？うん、え、来るよ。撮って。え、今出る？いきちゃんさん。あ、でも一人じゃない。みんなで出る。あ、クズ人で？え、見たい。あ、これ音出したらさ、あれかな。ちっちゃく。あ、グレイテストショーマン。え？え、私その曲さ、運動会でやった。運動会？運動会でやった。楽しかった？運動会。あれでしょ、もうだいぶ少なくなっちゃってるけど買ったよちゃんと。いちごので買ったか。いちごって名前ついてるけどさ、バナナ。もう書いてる。いちごなのよ、バナナ。やばすぎる。あ、結構最悪。もうお尻すぎる。何回やるの。もうごめん、なしちゃん、ちょっと待って。顔はギリギリ。お尻ピンクなんじゃない。お尻ピンクになったかも。ここだけちょっと最後可愛いから取っといて。ちょっと消えちゃった悲しい。どう、うぇー、かわいいでしょ。はい、キちゃんさんだ。え、新衣装だ。うま、すごい。うまこの方、うま、すごい、すごいよね。消えちゃって悲しい。悲しいからさ、これいっぱい見ていて。可愛くない？ダイアップって感じ。うーん、もう、もう、もう、や、や。ありがとう、たなしちゃん。そう。歌うまごの方。歌？あの、モノマネしてる。男性の方？いや、女性。女性の方？うん。うん、これおもろいね。いちごの名前でバナナって書いてるの、おもろい。バナナやばくない？いちごの名前でバナナって書いてある。おもろすぎるんだけど。買った時刻がバレちゃうわ。8時34分に買いました。映らない？映らない。え、この方有名だよね。よく出てるイメージ。美しゅうていたり。アーモンドミルクなんか、そう、美味しかったよこれ。中になんかキャラメルチップっていうのかな、なんかみたいなのが入ってて、そう、ちょっとね、なんシャリシャリというかした食感もあったし、バナナの果肉も入ってたから、そう、美味しかった。結構甘かった、私的には。そう、甘めでした。まあ新作いつも甘いことが多いけどね。そう、ぜひ飲んでください。え、見る見る見る。え、きちゃんさ、センターじゃない？センターだよ。センターだ。センター。もうメイン、メイン、メインだ、メインメインパート。そう、池様。やば、え、マジでセンターだ。0番だよ、0番0番0番だよ、0番楽しそう。いいよ、さすがすぎる。いや、歌うまこの方めっちゃ歌うまい。いいね、衣装、制服。この制服かわいいよね、うん。けちゃんさんさ、たくさんさ、お姉ちゃん出られてるから、毎回さ、出るたびにさ、制服変わってるやん。前回はさ、あの、ユミリンさんの卒コンの衣装やったやん。そう。すごいね、毎回変わってる。タイミングよく。今回の新制服がお披露目されてさ、ちょっとだからさ。最善だよ、最善。本当だ。フロントメンバーだ、フロントメンバー、フロントメンバー。オッケー。いちごいきちゃんさんと仲いいでしょ。そうだよ。お友達でしょ。そうだよとか言っちゃった。私アーシャの撮影がいきちゃんさんと二人きりだったんだよね。すごくない？おもろいよね。びっくりした。よくわーっていうのやってる。わーっていうの。わーそう、いきちゃんさんすごい。いちごでバナナおもろいよね。え、新シェイクかわいいよね。いちごバナナ、ね。選抜メンバーさんはさ、あの発表の時にさ、アーシャが出てたけどさ、私たちはさ、いつアーシャ出るんだろう。そろそろ出るのかな。制服はもうお披露目になったし。喋ってる喋ってる。あ、アップになった、アップになった。すごいね、すごい。ゆらさん
ね、コメントしてる、すごい。ちゃんさん。さすがです。これデイリー、デイリーの時に使って。デイリー？うん。何これデイリーって買ったの？そう。なるほどね。うん。今日撮ったもの紹介しよう。死ぬ。紹介しよう。いいよ。じゃあその次は、あ待って、こんな時間も。じゃあパパッと今日撮ったもの紹介しよう。ゲームセンターで撮ったもの、ピザポテト。次チン、あ次これはもう一個ピザポテト、一個はイチゴが取って、一個は私が取って、イチゴがピザポテト好きだから。これはなんか長いカルパス、本日の獲得商品。かいちごが取った。なんかいろんなのが入ってるやつ。はい。これがいちごが取って、こっちは私が取った。プリングルス。潰れてる。潰れてる？よいしょ。じゃあ。どうしよう。いっぱいあった、大変。もう映らないよ。カラムーチョ。暗いね、全体的に。あ、あ、また取った。カラムーチョ。ちょっといっぱいやりすぎる。カムコ。やばい、メイン来た、メイン来た。メイン来た。あ、それ大事。え、カムコする。大事。はい。はい。でね。これがもう今回の本当に目玉商品だよね。 MVP やばくない？やばくない？この量一回避けるね。やばくない？このこっちのカムコは前取ったやつ、こっちはだからそのピザポテトまでだけど、すごくない？と今回は目玉商品を紹介します。トク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 トン、イワシタの新生姜のメイクポーチどういう単語って感じだよね。岩下の新生姜ってわかる？岩下の新生姜、あのスーパーとかでよく売ってる、私大好き、あのナナさんが大好きなやつ。この間イチゴも X あげてた新生姜。そう、私も大好きでね、よく食べてる。なんか人生で初めてコロナになった時にね、加入前なんだけど、そうその時にめっちゃ岩下の新生姜に助けられました。そう、初めて見てこれ、え、欲しいってなって。メイクポーチ、バニーポーチって言うらしい。うん、ほらちゃんと公式だよ。公式のちゃんとイワシカくんがいるから、覚えて。この子のキャラクターの名前はイワシカくん。マジ公式キャラクター。そう、なんか似てる商品がイワシタの新生姜がいくつかあるけど、このイワシカくんがついてるのがイワシタの新生姜だから覚えといて。はい、騙せないでね。そうあれでしょ、え、岩下の新生姜ミュージアムずっと行きたいの。でね、これはね、で開けるじゃん。そしたらね、なんか二重になってて、そう、これ別で使うこともできる。これだけでも使える、透明でね、こうやって透明で使えるし、でこれは入れた状態でも、これはこれで使ってもいいけどおもろいよね、生姜かわいい。そう、これ難かった、苦戦した。でも撮れた瞬間の動画あるから X また載せます。キャーかわいい。これもだいぶ入る、結構入るんよね、これ。ほら結構入りそう、よくない独特だよね。岩鹿ちゃんツーショット撮ったことある？本当にいいな、私よりオタクがいた岩鹿の新生姜いいな、かわいい。こんな感じ。え、なんか岩下の新生姜さんの、あの社長の方にね、私フォローしていただいてて、そうで、なんか岩下の新生姜って X で投稿すると、その方がそうなんかとリップをくださるんだっけ。まあいちごもそれでお話してたよね。でも返信できないよ。あ、返信できるのか、あの方は。なんか返信はできないらしいけど、そう届けることはできるみたいなので、今度これを X に投稿しようと思います。
そうメイクポーチにちょうど良さそう。最近メイクポーチがそっきの欲しかったから、うん、これにします。今度のあのツアーの岡山徳島はこれを持っていこうと思う。岩下の新生姜。そう、良くない、可愛くない。なんか私さ、なんかなんて言うんだろう、実際にある商品のなんかグッズみたいなやつが好きで、さっきのさこのパイの実のみたいに、そうだからこういうの大好き。見つけた瞬間取ろうってなった。よくない。そう、私のってすぐ分かるよね。多分これさ今まで見たことなかったから最近出たんかなと思って、なんかゲーセン行ってなんか端の方にこれあって、そうえなんか色味が岩下の新生姜に似てるなって思って近づいたら本当に岩下の新生姜だったの。そう、そうなんよ。すごくない、まさかこんなグッズあるなんて知らないじゃん。大丈夫、痛くない、かわいいでしょ。岐阜の人は岩下の新生姜ポーチ使う、やばい。岐阜のイメージがすごいことになっちゃう。いいでしょ、こんな感じです。今日のとってもこれがメイン。そう、普段お菓子をよく取るからさ、こうやってここほら、だからね、そうなんかこういうもの取るの珍しいや。これ1987年なんだって。うん、そう、私よりも年上でしたって感じで、そろそろ終わらなきゃだ。 CM 狙ってます、やばい。でも岩下の新生姜は小学生の時からずっと好きだから、保育園なんなら、そう、会社ミュージアムに行きたいです。かわいい岩下かちゃんの誕生日は11月11日なんだって。ポッキーの日だ。なんか11月11日ってさ、前話したことあるかもだけど、あの365日66日ある中で一番記念日が多い日らしい。まあ何でも例えやすいからさ。すごくない、よくない、これかわいいでしょ。そうこの量持って帰るの大変だった。しかもこれね、持ち手の部分がさ、そう金具みたいな感じだから硬くてね、痛かった、ちょっと。じゃあ今日撮ったもの見せたい。よいしょ、はい、こんな感じです。あ、隠れちゃう。こんな感じ、いっぱい撮ったでしょ。よいしょ、いいでしょ。あ、マフラータオル購入した。嬉しい。そう、ゾロ目だから、そうゾロ目、確かにそうだ。これからさ、なんか X にね、毎回そう、あげてもいいよね、今日撮ったものって言って。確かに毎日上がっちゃう、それだと。そう、こんな感じで今日の撮ったもの紹介、購入品紹介じゃなくてさ、撮ったもの紹介おもろいよね。そう、ピザポテトはこれなんか小さいサイズのピザポテトが4つも入ってるらしい。だから8個も入ってる。そう、岩下の新生姜の、そう美味しいよね。あのなんだっけな、私ハマってたのが1個あったんだけど、思い出した。なんか本当にごくごくごく一部のドンキでしか見たことないんだけど、しかも岐阜じゃなくて三重かな、三重か新潟かな、どっかだっけな、なんかあの海釣りに行った時にたまたま近くで寄ったドンキにしか売ってなかったんだけど、岩下の新生姜の焼きそばがあって、それがとてつもなく美味しかった。本当に美味しい。でもあれはもう他になくってね、場所売ってるところが。そうだからまた会いたいなっていう。岩下の新生姜の焼きそば本当に売ってない。その数年前に1回か、その後もう1回だけどっかで見たっけな。そう、みじゃきりです。また食べたい。じゃあランキング読んで終わります。17位長谷川さん、16位キヨ兄さん、10位が福太郎あとヤミズさん、14位ももさん、13位ワンタさん、12位マクアとつまみさん、11位イケビさん、トップ10、10位ウエチンさん、9位ラベンダーバージョン KA さん、8位ヤオトあとつまみさん、7位スプマンデさん、6位ウマちゃんあとヤミズあとつまみヒヒさん、トップ5、5位ヨシミさん、4位トーノーさん、そしてトップ3、
さあ、ヤマシンさんに各エブさん、そして今日の第1位はアホでいっちゃったんじゃない。はい、今日のランキング1位はナスちゃんです。ありがとうございます。消えかけてるけど、タワーありがとう。昨日はありがとう感謝感謝。今日話が盛り上がっちゃって気づいた、もうこの時間でやばい。もうあと数分したら多分もう10分後ぐらいには ST48 の番なので、あの歌唱力のがぜひ、そう ST48 は10時台にメールで、10時何分だっけな、6分7分、10時ちょいから始まると思うので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。私は手紙を歌いましたぜひぜひ見てください。ではそろそろ切れちゃう。ありがとう。今日は11時6分か、6分頃にあるみたいなので、6分頃からかな。でも生放送だから、そう大体のそう時間だけど、6分頃から ST48 が始まると思うので、ぜひ聞いてください。先輩方もだし、あの3期生も結構参加してるので、ぜひぜひ見てくださいよろしくお願いします。じゃあそろそろ切れちゃう。今日はありがとう。これは今度 X あげます。じゃあねー、バイバーイ、おやすみー。